ガラパゴスアホードリは、水なぎドリメアホードリカに分類される鳥類の一種。英名では、ガラパゴスアルバトロスとも呼ばれる。気象ガラパゴス諸島のエスパニョラ島で、ほとんど繁殖するが、エクアドル本土沖にある、ラプラタ島でも少数の繁殖が認められる。ガラパゴスアホードリは、祭事のためエスパニョラ島より東、または東南におよそ 1000km 離れた、大陸沖の海域へと渡り、 批判食器には、主にエクアドルやペルーの沖合の海域に分布する。時に、コロンビアやパナマ海域でも観察される。中型のアホードリ類で、全長89センチメートル、翼海長235センチメートル。体重3から5キログラム。頭部及び頸部は、黄色味のある白色で、対照的に体部はほぼ褐色であり、さらに頭部や頸部に対して、黄色くて、 長く大きいくちばしが特徴となる。体上面および下面は胸を除き褐色で微細な縞模様があり、腰の縞はやや粗い。神翼、背、お歯は褐色で胸および下翼は白色を帯びる。脇輪は,は褐色。足は青みがある。幼鳥は頭部がより白いなどの他は成長に似る。ひなは褐色の綿毛に覆われる。 私有動食。交際は暗褐色。主に餌とするのは魚類、イカ、甲殻類である。しかしまた、他の鳥類の吐き戻した餌など、他の餌となるものを漁ることが観察されている。求愛の儀式成長と、ヒナガラパゴシ諸島には3月後半に飛来し、1月まで繁殖のために止まる。巣は丸い石や、 まばらな植物もしくは密集した茂みのある溶岩地に作られるが、ごく簡素なものである。ガラパゴスアホ取りの求愛行動においては、非常に巧みな光景が見られる。くちばしを素早く回してお辞儀をし、くちばしを叩き合わせ、それからくちばしを高く掲げて、風王という大きな鳴き声を上げる。4月中頃から5月にかけて300グラム、近い1個の白い卵を産み、 その後死有が放乱して2ヶ月で孵化する。卵が帰ると、親鳥が海上に出て餌を取ってくるナひなたち同士で一緒に泊まっている。親鳥は島に戻ると2キログラムの油状になった餌を吐き出して、ひなに与え、羽毛が生え揃うまでの約170日の間死有で休時する。ひなは12月には成長の大きさに達し、1月までに集団繁殖地から渡し察する。 巣立ったヒナは数年後に成長として再びトライする。夫婦となった者は死有どちらかが死ぬまで配偶関係が続き、寿命は40から50年とされる。ガラパゴス諸島におけるガラパゴス和ド鳥は国立公園の係員により保護されており、その島もまた世界遺産に登録されている。しかし限定された分布域、ハエナワ漁による 混濁、観光の影響、病気、及び周辺海域における密漁の影響がガラパゴスは放リを相当な危険にさらしている。特にハエナワ漁は本種に深刻な影響をもたらし、2000年には国際自然保護連合によって純絶滅器具から気球種に変更された。2001年には成長約34,700羽とされるにもかかわらず、 最近になってその数はかつてない割合で明らかに減少し始めており、おそらくそれは生品にも影響を及ぼす、ハエナワ漁によるものである。現在の状況において、個体群が絶滅に至る、壊滅的衰退に向かう、極めて脆弱な種であるとして、ガラパゴスワホウドリは2007年の IUCN レッドリストで、絶滅寸前に変更された。 成長約34,700羽という個体数は2001年の推定値に基づくが1970から1971年には24,000羽と推定され1994年には31,200から36,400羽とされ全個体数はおよそ5万から7万羽と推定されている。ありがとうございます。